タワーレコード、タワーレコードはアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメントに本社を置く大手 CD ショップチェーンである世界各国に展開されているキャッチコピーは日本ではタワレコ、タワーの略称が用いられるタワーレコードはユダヤ系の創業者ラッソロモンラッセルソロモンが1960年に アメリカのカリフォルニア州サクラメントに出展したレコード専門店を発祥とする。ソロモンの父親は1939年に開業した映画館タワーシアターの建物内で1941年から同名のドラッグストアを経営していたが、父の店の中でレコードの販売を行っていたエリアを任されるとになった。 その後店内の改装が行われる際にレコード売り場が拡大されタワーレコードマートと名付けられるとともにソロモンがその経営を任されることになったその後サクラメント市内の別の場所に店舗を移し音楽好きなソロモンが兼ねてから企画していたスーパーマーケット形式の店舗に新譜を含めた様々なジャンルのレコードを大量に揃えるといこれまでになかった 営業形態の店舗を開いた。この際に店舗名をタワーレコードに解消した。この際に新たにデザインされた、現在も世界中で使用されている黄色に赤字のロゴはビルボードを意識しているが、シェル石油のカラーリングに本当を得ている。新たな業態の店舗が好評を得た上に、ベビーブーマー世代による消費の向上や安価なポータブルレコードプレイヤーの普及と チェリーボーイズやビートルズなど、これらの世代に高い人気を持つアーティストの登場などの後押しを受け、芝叩く間に業績が拡大していく。1968年にカリフォルニア州第二の都市であり、当時のカルチャーシーンを牽引していたサンフランシスコに大規模店舗を出店し、成功を収める。続いて1970年には、 ハリウッドの中心部に同じく大規模店を出店した。このウエストハリウッド店はアメリカのエンターテインメント業界の中心地にあることもあり、エリック・クラプトンやブルース・スプリングスティーン、エルトン・ジョンやデビッド・ゲフィンなども足主義区通うフラッグシップ店的な立ち位置となり、観光客にも人気を集めた。なおこれらの店舗の従業員は、 サクラメント時代からの仲間が中心を占め、学歴不問で、堅苦しさがなく、アットホーム的かつパーティー好きな、一従業員から役員になるようないわば、家族体質な切り息で知られた。後に、多くの従業員が、酒どころかマリュファナなどの不法麻薬を決めながら、働いていたことを告白している。このような雰囲気が、顧客にも好評だったが、しかし後に経営が苦しくなった際に、 このような体質が最終的に首を絞めることになる。いずれにしても、これらの大規模店舗の相次ぐ成功を受け、1970年代はアメリカ西海岸の都市を中心に店舗網を広げた。この時代に作られた店舗の一つが、アメリカ映画、メカニック、171年制作、チャールズ・ブロンソン主演、マイケル・ウィナー監督のワンシーンに映り込んでいる。 地元のアメリカに次いで世界第二規模の音楽市場を持つ日本には、秋、花沢とヒュー、尾崎という日本の業者が接触したことをきっかけに1979年にレコード卸業として進出し、翌1980年4月には日本一号店を札幌に出店した。なおこの札幌店はかねてからタワーレコードの商標を無断で使用。しかし、ローマ字表記は 本物のタワーレコードではなくタワーレコードと誤って使用していた地元の店舗を正式な契約を結んだ上で継続営業させたものであった。なお最初は卸のみであったが営業が芳しくないことから後に直接販売を企画した。その後アメリカからタワーレコードの生え抜きの社員のマークビドシッチを送り込み日本法人の設立と店舗を準備した。 1981年に渋谷区宇田川町に初の大規模店舗をオープンした。この店舗では日本版ではなくアメリカ版、輸入版を直接販売し、店舗でのプロモーション展開も本場のタワーレコード方式を取り、日本のレコード業界の流通に大革命を与えるほどの大きな成功を収めた。また、日本市場には HMV などの外国企業の後追いも進出も相次いだ。ついで1980年代に横浜や仙台、大阪、名古屋、京都、福岡など日本全国の大都市への展開を進めバブル景気にも助けられて大きな成功を収めその成功によりその後の国際展開に弾みがつくとになった。なおタワーレコードのコーポレートボイスである ノーミュージック、ノーライフは、まず、日本支社で開発、使用され、その後アメリカ国内や海外でも採用されるようになった。日本への進出に成功した後は、アメリカ中西部のテキサス州やミシシッピ州、イリノイ州、さらに、ニューヨーク州などの東海岸にも進出し、マンハッタンでは、ビルの数階を使用した巨大な店舗を展開るなど、1980年代には、 巨大なアメリカ国内だけで89店舗を運営するなど大きな成功を収めた。また、その斬新なプロモーション手法や巧みなブランディング、レコードや CD、カセットテープから書籍までを揃えた品揃えは高い評価を受けて全米小売業協会から数度にわたり表彰された。 日本とアメリカ国内での事業展開を広げた1980年代から1990年代にかけてはマイケル・ジャクソンやマドンナ、プリンスやシンディ・ローパーなどのゴールドディスクを連発するアーティストの世界的人気や MTV などによるポップカルチャーの流星、さらに CD の登場による売上の向上なども後押ししたことにより企業としての最盛期を迎えることとなった。 日本各地とアメリカ各地への進出に成功を収め、最盛期の1990年代には、日本の他に、カナダ、イギリス、香港、台湾、シンガポール、韓国、タイ、マレーシア、フィリピン、アイルランド、イスラエル、アラブ首長国連邦、メキシコ、コロンビア、エクアドル、アルゼンチンに展開し、全世界で192店舗を展開した。 これらはアメリカ法人アメリカカディフォルニア州サクラメントによって運営されていた。本社名である MTS の由来は後にラスの後を受けて社長になる弁護士の息子の名前マイケル T ・ソロモンから取った。しかし2000年代に入り総合スーパーや家電量販店の安売り構成、通信販売やナップスターのような音楽の共有を主目的とした。 ファイル共有サービスの急速な普及などを受け、アメリカ国内の既存保の収益が急激に減少した。また、長年財務を務めてきたバド・マーティンの病気による離脱やラス・ソロモンの体調不良による社長交代が行われた上に、借入金や在庫の増加や、南アメリカや東南アジア諸国への急激な店舗拡大の失敗もあり、財務状況が急速に悪化した。 これに対して2002年には日本法人を売却して日光プリンシパルインベストメンツに全株式を売却一時的に大きな収益を得たが利益の大きな日本の店舗網の喪失で MTS 社の業績はさらに化し銀行から送られてきた役員の経営参加で経営方針が混乱し事業不振が深刻化したさらに2000年代半ばには アップルのいつねミュージックストアという異業種からの音楽配信参入が MTS の業績に追い打ちを与えた。2006年8月20日に MTS 社が連邦倒産法第11章を申請2004年2月以来2度目の破産アメリカのタワーレコードを売却する計画が上がり同年10月6日に連邦倒産裁判所はグレートアメリングループへの 売却を承認した。同グループはタワーレコードの資産をすべて生産する方針とし、アメリカにおけるタワーレコードの店舗における営業の廃業が決まった。2006年12月下旬まで行われた全米各店の閉店セールでは、重機や看板までにも値段がついて、あらゆるものが売りに出された。日本ではアメリカでのタワーレコードの不審は、 音楽配信によって専門店での店頭販売という音楽の販売形態が過去のものとなったためであるというニュアンスで報道されたが音楽配信で音楽を買う人は2000年代前半ではアメリカでもまだ少数派であった倒産の最大の原因はアメリカには低価販売をする再販制度がなくウォルマートやベストバイなどの全米規模で展開し大量仕入れ 大量販売を行う大手総合ディスカウントショップが CD や DVD を薄利多売してレコード専門店の来店客を奪う傾向がここ20年以上続いたためでありさらに1990年代後半以降は a m a z o n .com 等の通信販売の侵食も受けるなど業界の勢力図が急激かつ大きく変化していたにもかかわらず ラスソロモンを中心とした家族経営的な体質からこれに対応できなかったことである。しかし、その家族経営的な体質がタワーレコードを成功に導いたのもまた事実である。店舗廃業後のタワーレコードはオンライン店舗で CD や DVD、書籍を販売しているほか、日本以外の各国でのフランチャイズも続けている。アメリカ国外ではアイルランド、メキシコ、 コロンビア、イスラエル、マレーシア、日本にタワーレコードブランドのチェーンが残っているが、フィリピンのようにかつてフランチャイジーが、店舗網が別ブランドを名乗っている国もある。なお、日本においてタワーレコードを展開しているのは、アメリカ法人から独立した法人であり、アメリカ法人の身売りによる直接の影響はない。創業者のラス・ソロモンは2007年5月、 サクラメント市内のタワーレコード第一号店のあった場所にという名のレコード店を出店した。2010年5月、ラス・ソロモンはの営業権を2売却し、第一線から退いた後、2018年3月に死去した。なお、2015年には、コリン・ハンクス監督によるラス本人を含む元従業員や顧客を含む、 膨大な人数のタワーレコード関係者にインタビューしたドキュメンタリー映画オールシングスマストパスオールシングスマストパスが公開された。日本においてはタワーレコード株式会社タワーレコーズジャパンインクが運営している。前述の通り2002年に売却されたことからアメリカ本国の法人との資本関係はない。日本国内では HMV 新生堂などと並ぶ大手の音楽ソフト販売チェーン店である。菅鹿親国庫を輩出したバウンスレコーズや代表取締役社長の峰脇育夫が主催するアイドル専門レーベル T、パレットレコーズといった自社レーベルを有している。またディストリビューション部門では直営店舗、オンラインストアのみならず同業他社への卸業務を行っている。TBSK 音楽情報番組カウントダウン TV のスポンサーでリクエストランキング調査もされる放送は毎月第2土曜日。タワーレコード株式会社はアメリカ MTS 社の日本法人として1981年に設立された。ただし MTS 日本支社としての日本進出は1979年で翌年には日本1号店としてタワーレコード5番街なあ 会場にあったジャズ喫茶やイベンターをしていた、ボッサというタワーレコードを真似た名前の店舗を買収し、出店した、札幌市中央区南三条西四丁目の五番街、ビル二階。この日本一号店は現存せず、札幌市内に現存する三店舗及びかつて存在したプリビ店のいずれとも異なる。その後日本法人を設立し本社から人員を投入。 1981年に渋谷の宇田川町に構えた大規模店では日本版のレコードではなくアメリカ版のレコードを直接販売し店舗でのプロモーション展開も本場のタワーレコード方式を取り日本のレコード業界の流通に大革命を与えるほどの大きな成功を収めた直営店の出店と並行して福岡、神戸、大阪、金沢に フランチャイズ展開もしていた。その後、アメリカ本社の経営不振をきっかけに、2002年10月に、NBO によって、アメリカ法人から独立、日光プリンシパルインベストメンツが、全株式を取得。タワーレコード株式会社は、MTS 社から商標権を取得。2005年11月下旬には、株式会社、NTT ドコモが、株式の約42%を取得し、 筆頭株主となった。2004年3月にはパルコから、同社参加の大手 CD ショップウェーブを買収したが、2006年2月に、同社の全株式を家電量販店大手のの島に譲渡した。その後、ウェーブは2011年に破産した。2010年3月、セブンアイホールディングスが、シティグループキャピタルパートナーズとアジアミュージックホールディングス、 どちらも投資会社から発行済み株式の21.58%を取得持ち分法適用会社とすることを発表。セブンアイは伊藤忠商事などからタワーレコード株をさらに取得。2011年3月には発行済み株式の44.6%を有し、NTT ドコモを抜いて筆頭株主となった。 2012年7月には NTT ドコモがドワンゴから株式を取得し発行済み株式の50.3%を持つ子会社とした以前は東京都渋谷区桜川岡町の桜川岡オフィスと品川区南品川の品川オフィスに本社機能が分散していた東気場の本店は品川が2012年3月には現在地大田区平和島に 本社機能と商品セッターを集約し、6月には陶器場の本店を渋谷店所在地、渋谷区人南に変更した。出店を日本で始めた1981年当初は、レコード店のイメージがあまり良くなく、また貸してくれる物件も少なく、ましてやテナント等への出店は、デベロッパー側からの要請は、ほとんどなかった。 しかしタワーレコードが大規模で始めたニッチな市場だった輸入版のセールスが爆発的人気になった1980年代中盤のバブル景気時からは出店以来が相次ぎ次々と出店するようになった特にテナントでは最上階への出店がシャワー効果を生むと言われ出店は上層階が多いまた広島店旧店舗より実験的に 国内アーティストを取り扱うようになり九百九十年九月に出展した当時日本大級を誇った四フロア四百五十坪の新震災橋店で本格的に国内アーティストの取り扱いを始めた。二千十七年二月現在、秋田県、山形県、群馬県、栃木県、山梨県、富山県、福井県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、 徳島県、高知県、大分県、熊本県、宮崎県を除く31都道府県に85店舗を展開いている。従来は都心部での事業展開が主だったが、ここ数年はイオングループやセブンアイホールディングスのショッピングセンターにテナント入居する形で郊外での店舗数を増やす傾向にあビル一棟を丸ごと借り上げた渋谷店を除き、 各店舗とも商業施設、または商業ビルの1から4フロア、ショッピングセンターでは1フロアの一角を借り切る、携帯が多い。いずれも、在庫5万枚以上の大規模店舗が基本だが、東アーミニーを名乗る、小規模店舗、東アーミニー、東京駅や S 口店では、在庫約1万3000枚も登場している。また、2013年10月からは新業態として、 アニメソングをはじめとするアニメ関連商品に特化した専門店、東和アーナムの展開を開始、1号店として、ララガーデン筑波店を改装し、東和アミニーに設する形で、同月31日に開店。2014年5月17日には、新宿店のアニメコーナーを拡大する形で2号店を開店した。 タワーレコード株式会社が発行する無料の月間音楽情報誌である。前身はウエストコーストニュースバイナル。アメリカではパルスというタワーレコード発行のフリーペーパーがあり、インタビュード提携して掲載されることもあった。本誌ではノーミュージック、ノーライフをキーワードに複数の著名人が映るポスターが数種類撮影される。なお、ポスターの被写体は 音楽が本業の人物が最低1名いれば良いとされ、工藤勘九郎や安恵組など音楽が本業でない人物も出演している。これらのポスターをまとめた単行本も出版されている。各州で配布される無料誌、タワーも発行されている。第三者型発行者、発行前に登録が必要な発行者である三井、住友カード株式会社と提携し、 タワーレコードギフトカードを発行している。500円券と1000円券があり、日本国内のタワーレコード店舗で使用することが可能である。タワーレコーズオンラインの名称で開設している。CD や音楽 DVD、音楽雑誌などの関連書籍やオリジナルグッズのほか、映画、アニメの DVD、ブルーレイや一部コミックスなど音楽と直接関係ない商品も取り扱っている。 買い上げ100円ごとに4ポイントが付与され、1000ポイントイコール1000円、単位で次回以降の買い物の際に利用することが可能である。オンラインショップの還元率は1%と、実店舗より低く設定されているが、100ポイントイコール100円、単位で利用可能となる。購入時に値引きされたり、ポイント還元率が増加するクーポンが配信される。ポイントサービスと異なり、クーポンは、 オンラインと実店舗で別々となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。